それではただいまから知事の定例会見を始めます。知事よろしくお願いします。はい、私の方からまず、ノマスイングサガの3を開催する告知でございます。ノマスイングサガといいますのはうちとスクエアエニックスの人気ゲームサガシリーズのコラボというこのプロジェクトの構想なんですけれども、昨年度県内で開催いたしましたロマンシングサガ2では、JR 貨物線でラッピング列車を運行させていただきました。これ皆さんも見ていただいたと思います。そしてサガン・トスとのコラボなどにして非常に人気に好評でございました。こういろんなこうサガ版のゲームの特集だったりとかですね、サガのラウンジですとか、ブラックモンブランとのコラボグッズだとか、その他のありたいやつとのこういった取り組みもさせていただきたいと思います。ということで、本日ロマンシングサガ3のプロモーション用の公式ウェブサイトを公開したいと思っています。1、2と東京六本木そしてサガとつながってきたものですけれども、今年も3度目の連携ということでありまして、1月30日に本格稼働する予定でございます。特に今年の一つの売りは、この原画展でありまして、スカーレット・グレイズの分割、サガシリーズの全てを網羅した、過去最大規模の原画展が、このサガで開催決定ということでありまして、7月30日から9月4日まで、県民の4号展示室で、原画展を開催させていただきたいと思っています。はい、続行を待つなんて書いてますけれども、基本的には今回、県内の周遊ですね、県内を歩き回ることによるその共感とか競争だとか、共に作っていく、そういう県内周遊ということを一つの目的として、頑張っていきたいなというふうに思います。その一つの売りが、上島温泉への滞在だとか、そういったことについて、皆さん、県内をロマサガファンがラリーをしていただくような、ということで、2本目がキングダム展 in サガを開催したいということでありまして、キングダムの皆さんとか、知っている方もおられているので、はい、このキングダムの作者は原康久さんといいまして、木山の出身の40歳であります。ヤングジャンプでデビューしまして、10年くらい連載しているのかな、キングダムね。非常に好評です。単行本は国内で累計2300万部を超える大人気作というふうになっております。簡単に言いますと、春秋戦国時代です、中国の。大将軍を目指す少年信と後の始皇帝となる秦国の王政というこの2人の活躍を描いたものでありまして、今年連載10周年を迎える大人気作のテルマンダイということで、本当にこの読んでる方にしてみると本当にこれからみんなが素晴らしい展覧会になっていくんではないのかなという期待の大きいもので、あります。そして県民もおかげさまで非常にお客さんが多いんですけれども、さらに新たな来館者の開拓ということでありまして、文化のそのものを拡大していきたいというふうに思っています。漫画を持つ創造力、表現力、創作力にした特性魅力を県内外に発信していきたいと思っています。はい、ということで、このキングダム展につきましても、7月30日から9月4日ということでありまして、こちらは2号、3号展示室ということでありまして、なかなかいろいろこうそれぞれの企画の関係もあって、これ一応バラバラのご紹介になってますけれども、スタートは7030ということで、先ほどのロマサガとプロジェクトですね、というふうにはなっております。この県立美術館で、キングダムの世界を作り上げようということでありまして、非常にこうロマサガにしても、キングダムにしても、それぞれの思いの強い方がいっぱいおられますので、そういう皆さんの方にたくさんお越しいただいて、収入していただくことを期待しておるということでございます。オープニング日程ということで、7月30日に9時から10時半まで、オープニングセレモニー、そ
して報道関係者向けの内覧会を実施する予定でありますし、一般には10時半からということでございますので、報道の皆さんについても周知するのでよろしくお願いしたいと思います。次の戦いの歴史を体感ということでありまして、一度ぜひ夏休み期間中でありますので、お友達やご家族と一緒に足をご同意いただきたいと思っています。で続きまして、今度は図書館です。佐賀県立図書館でマルチメディア名人図書の貸し出しを始めますということで、本件は誰もが、特に子どもたちなんかも含めて、そして障害者もいろんな方々がみんなが本とつながることができる佐賀県というものを目指しているわけで、ありますね。ということで今回はこのマルチメディア デイジー図書というものを作っていきます。ここにありますが、デイジーというのはデジタルアクセスするインフォメーションシステムということで、視覚障害者のための録音デビューカルモンとして開発、そして無償で公開されている国際標準機関ということであります。で基本的には兄弟、牧師、昔いろんなものがシンクロして音声を収められたものでありまして、視覚障害者ということだけではなくて、いろんなさまざまな障害で、文字を読むことができない方というのがおられます。そういういろんな方々に対しまして、知識や情報を他人に伝えられる可能性があるということでありまして、これから期待されている図書でございます。はい、見えますかね。これは伊藤忠の経済団が障害者差別解消法施行に向けまして、国内各地に伝わる昔話を日本昔話のためシリーズとして、このマルチメディア電子企画で制作することになったということでありまして、今年度は旧道県立図書館の協力のもと旧作品ということで、うちの方からは言葉観音由来大年の日、大年じゃない、大晦日ですね、を提供するということでありまして、この政策物は全国の図書館等に寄贈するということになります。はい、これなんでお家を抱いて旅寄って本にいいよ、さっかてそういぎ自分は死をなんてんよか、とが言われたっちゃよかちゅうてね、阻害して食べようんさったってじゃね。そいぎ大晦日の晩にやろうだった。あらすすぎした後に当番でね、徹夜したことして日の晩ばしとったって。その家は全部これちょっと今のは佐賀弁ですけれども、当然全国で貸し出しますので、いや共通語バージョンというのもあって、例えば秋田であれば秋田弁バージョン、それぞれが入っています。あらすじについては、いいですかね。いわゆる佐賀らしいお話です。音羽観音の清水の話と松原の話でありまして、こういう佐賀ゆかりのお話を佐賀としては入れているということであります。貸し出し開始は5月19日ということでありまして、1枚当たり2点以内ということで、貸し出しますので、ぜひ皆さん方もお借りいただきたいと思います。障害があるための建物が15枚、188タイトル、誰でも利用可能なのが4枚、90タイトルということで、それぞれあります。これ、障害がある方は著作権の関係で、特に認められたシリーズっていうのと、普通の誰でも利用可能部分を別しても、そういった事情もありまして、皆さんぜひお借りいただきたいと思います。誰もが読書を楽しむことができ、情報や知識を得ることができるように、図書館の中について改めて考えていきたいと思います。はい、最後になりますけれども、ピカソ展、ルートとビッグコレクションを開催したいと思っています。はい、これは6月の3日から7月17日でありまして、これは展示の2から4の展示室ということで、こちらの方は有料になっておりますけれども、世界最大級のピカソコレクションを有するルートビッグ美術館の中心に、多彩な、っていうことですね、多彩な作品を、そして著名な写
影したピカソのポートレートなど121点を展示する企画展であります。ルードヴィヒ美術館というのはケルン市にあるわけですけれども、ケルン大聖堂に隣接しまして、ペーター・ルードヴィヒ、そして夫人によって収集された世界最大級のピカソコレクションを有するというので、今あれ3カ所ぐらいですね、宮城とか山梨とか回ってきて、香川やって、で、さらに最後ということで各所で今公表を隠しております。幅広い作品を収蔵しているということでありまして、そうしたものにさらに、宮城県美術館、山梨県美術館、北九州市美術館に所蔵作品を加えたということでありまして、このピカソという人の姿を多角的に紹介できるものになっております。長い芸術家人生を概観するということでありまして、彼91歳まで、生きたわけですけれども、その長い人生の中で多くの様式を生み出したということで、それぞれの若い時からだんだんお年寄りになっていく、その中でそれぞれの皆さんの思いというものを表しているということでありまして、本件においては初の本格的なピカソ展ということであります。1989年には石版画展を開催いたしました。2年前の開催では6点の、を出品しております。今回は121点ですね。ということで、本格的にピカソ芸術を包括的に紹介する展覧会ということであります。ということで、